こんにちは、くと申しししまますす本日もよろしくお願いいたします今日もプロスピエースをやっていいいきたいと思います、えー、今日はですねおとといの動画でもやったんですけれどもこちらルーレットヒッターもう一回ねやっていこうかなと思います、えー、おとといはハイスコア38点のところで終わってしまったんですけれども、えー、今回またですね38点まで行くことができたので、まあ、この先をやっていこうかなと思っているんですが、まあ、いかんせん2アウトなのでね 1>, もう1回回しただけで終わってしまう可能性もあるのでちょっと今日動画撮るの怖いんですけどやっていこうと思いますおとといはまだ3600位とかだったんですよねはいスコア、まあ、これからどんどんボーダー上がっていくかなと思うんですが S ランク契約書を取るには300位300位ですね300位以内に入らなきゃいけないしかも自チーム A ランクですら5000位以内に入らなきゃいけないっていう結構しんどいので、まあ、エナジーもらえればいいかなぐらいの気持ちで今日はやっていこうかなと えちょっと急いで集めたんですけど100枚集めましたので <laughs> まあいけるとこまでいきましょうはいあ引き続きですねオーダーはおーゴールドきましたねオーダーは、えー、総力型で組んでます総力型メインで組んでます行きましょういやなんか逆にゴールドが怖くなってきたあっしゃよかったいやなんかコメントでもいただいたんですけどあのゴールドは <laughs> よくアウト出るみたいなルーレットヒットあるあるゴールドはよくよし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 魂いきましたねスピリッツいやーちょっとこれは気楽よしよしオッケーオッケーオッケーそうゴールドでー3アウトというかアウトになるとねダメージが大きいよいいですね今日はルーレット運がちょっとでも怖い逆にちょっと怖いあーオッケーオッケーいいですねあちょっと今回いいかも、うん、41点と よよしよしさっき途中であのランダムボックスかなからルーレットメダルも出てきたのでちょっといい感じですね本当にあっオッケーオッケーオッケーでも怖い1回アウトになっただけでもうあのー、助っ人はノーアウトの時に1回呼んでいるのでもう出ないのかななんか前は出た気がするんですけどねノーアウトで1回出てワンアウトで1回出てみたいなあった気がするんだけどもうないのかな よしいいですねちょっとでも危ないなこんないいいいところで止まらなくていいからずっとヒットでいいから <laughs> 安全に行きたいんですけどね来ない来ないですね <laughs> ノーマルで行きましょう仕方ない、まあ、今までが良すぎたっていうのあるよしよしよしああなんとか続きそうですね、まあ、なんだかんだそのスカウトポイント惜しみなく使ってはいますが 結構ランダムボックスから出てきたりあ <laughs> あよくないですね <laughs> よくなかったですねああじゃちょっとこれまでやりますかだんだん人数が増えてきた感じはありますけどお2桁あいきましたね OK13 人と、まあ、これはちょっと個人で頑張っておきますあ44点かあ思ったより伸びなかったな 2枚ですからね。これだと <laughs> 2枚のまま終わるわけがないんですけど、この後どんどん順位落ちていくと思うんですけど、20エナジーですね。<laughs> このままいけば。<laughs> まあもうちょっと伸びるかな。累計が200点だから、まあまだまだやろうとは思っているので、まあ、どこまでいけるかっていう感じですかね。はい、まあちょっともう <laughs> 動画にすることはないかな。どうだろう。よっぽどいい感じ。 に進んだら動画にするかもしれませんがないかなうんはいって感じですかねまあ累計は S ランク限界突破コーチだよねでそうですね厳突コーチで30%もあるのでこれもどこかで動画内で弾いていきたいなと思ってますはい取る予定でいるのでねそれもよかったら見ていただければと思いますで <laughs> 超どうでもいい報告なんですけど、またリーグ8落ちちゃいました、うんなんか今回、結構後半よくて、前回リーグ9にいたんですけど、あのーしまあ、オーダー組み直し枠もね、よかったら、動画にしていこうかなと思っています、はい、ちょっといつになるかは分かりませんが、2300、もう一人って、柳田選手も2300で使ってるんですけど、 っちなんですよねミートパワー,うーんなのでちょっと簡単には外せないのでちょっとギータはちょっとわかんないですけど古田さんはちょっともう,うん限界かなーって思ってますはいじゃあまあ今回はこの辺で終わりにしましょうかはいまあうだうだ喋ってしまいましたが、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございましたよかったら次回も見ていただけると嬉しいですということでこの辺でバイバイ